はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。信長大暴走戦国立志伝の新しいシナリオをやっていきたいと思います。まずスタートメニューから始めからを選んでいくんですけども、今回はですね、先日のアップデートからプレイヤーの方で、歴史イベントを追加できるような機能を実装されていると思うんですけど、その中でですね、いくつか歴史イベントを作っていらっしゃった方のものをですね、お借りするような形で、ちょっとねプレイの方をやっていきたいと思ってます。で、じゃあどんなイベントを組み込んだのかというと、3つ入れました。で、1つ目が戦国威風小田原征伐北条伊達連合結ぶかな、あとは小田原征伐八千王子での一件と信の城というこの3つですね。ちょっとね作っていただいた方本当にありがとうございます。まあ、勝手ながらこの場で借用させていただくということをですねお伝えしたいと思います。で、あとですね、今回プレイしていくシナリオなんですけども、今ねちょっと見ていただいて、この1986年11月九州征伐というのをね、やっていきたいと思うんですけども、こちらのシナリオの、まあ、内容としては、豊臣という氏の元天下統一事業に邁進するということで、残されているのが九州の島、関東の北条、あと奥羽の諸大名、まあ、主なところで言うと伊達とかね、その辺りになると思うんですが、この辺りとの最後の戦いが待っていますというようなシナリオになっています。で、じゃあどの武将を使うのかというところなんですけど、今回はですね北条を使っていきましょう。で、北条の当主は、ご覧の通り北条氏直になっています。すでに北条氏直、年齢25歳で統率54、武勇51、知略41、政治55と、まあ、かなりあれですね、本当になんて言うんだろう平凡というかそんな感じの設定になってますけども、今回はですね、その父親先代当主にあたる北条氏政を使っていこうかなと思ってます。で、この北条氏政といえば、今大河ドラマでやっている真田丸の中で少し前にね高島正信かな、さんが演じていましたよね。なんか怪演っていうのかな、すごい、特徴あるというか、なんともこう危機迫るような姿を演じていたと思うんですけど、こちらですね、北条氏、ごめんなさい、またちょっと映っちゃったかな、もう一回確認しましょう。北条氏政、まあ、こちらですね。家中での役職は隠居になってます。あの真田丸の中でも御隠居とかって呼ばれてましたよね。板部屋か豪雪斎とかから。統率は79で、武勇が62、知略77、政治86、まあすごく強いというわけではないんですが、現当主氏直に比べたらだいぶ能力は高いかなというところですね。で、難易度設定は上級で、シナリオ設定ですね、戦国伝は発生、歴史イベントも発生、寿命はまあ基本は史実通りにしましょう。内地にあり、架空息子出世あり、架空姫出世もありにしましょう。武将名は本名にしときますか。で、姫武将モードはあり、領地リセットはなしにしましょう。めんどくさいですからね。で、ゲーム中の編集はありにします。これでプレイの方始めていきましょう。で、オリジナルのゲームにはないシナリオを3つ追加しましたので、まあ、そのあたりも含めて皆さんに楽しんでいただけたらいいかなというふうに思っています。秀吉は関白の座につき、その翌年には豊臣の姓を許されたということで、このあたりはオリジナルのシナリオ通りになっているかと思います。一階の平民から権力の頂点、人心暗い人心を極めた秀吉だったが、天下統一がなったわけではなかった、元親は服従させたが、島津義久、関東には北条氏直がそれぞれ秀吉に反抗的な姿勢を見せていた。これが晩年というか、その豊臣になった後の秀吉ですね。で、こちらがネギです。今真田丸の方では鈴木京子さんが演じてますね。で、こちらが羽柴秀長です。
この時にはもうすでに大納言になってるんですかね。お前はもっと威張ってよい、むしろもっと威張りまくるんじゃと秀吉は言ってますけども、まあ、この秀長自体はすごく謙虚で、兄秀吉をだいぶ支えたというふうに言われているようです。でこちらが豊臣秀次ですね。執着至極に存じます父上ということで、これは養子に迎えているんだと思います。実際には甥の関係なのか、甥叔父の関係だと思います。まあ、秀次はねこの後悲劇的な最後を遂げるというのはご存知の方も多いかなと思うんですが、この小田原征伐の時にはもちろんまだ健在というところですね。後の関白になるのが、この秀次です。兄上は焦っておられる、我らの弱みは一文衆が少なすぎること、まあ、これはあの秀吉が、まあ、さっきね冒頭出てきていたように一階の平民、まあ、農民から百姓から上がってき出世したっていうところで、まあ、一門衆とかね、昔からその支えてくれていた家来衆がいないっていうのが、まあ、豊臣が早々に滅んでしまった一因とも言われています。で、こっからがですね、これはおそらく作っていただいたシナリオになっているんだと思います。ちょっと見ていきましょう。秀吉の北条攻めが濃厚となった天正18年1月。北条方では野戦か籠城かで、防戦案が分かれ。大議論の末、籠城持久戦が選択され、義地が落ちる。これにより各地の城主は軍役衆の大半を引き連れ小田原に駆けつけることになり、主力を小田原に引き抜かれた各城部隊には徴兵した中年男子が割り振られ、籠城戦の準備に当てた。各方面から豊臣方が押し寄せてくるのは明らかであったが、それ以上に主力が東海道を進撃するのが明らかだったため、小田原に集結した軍団の中で最精鋭の部隊を箱根山に駐屯させ守りを固めさせた。北条方の八王子城、重い空気が漂う城内、北条氏輝ですね、小田原へ馳せ参じることとなった。これは中山家なりかな。するとこの八王子は籠城は捨ておくと、いや氏輝が最後まで野戦論を捨てずに意見が紛糾したゆえ、各地の守りに最低限の兵を残し、残りは根こそぎ小田原行きになった。北条氏輝というのは氏康の四男氏輝の弟にあたり、土方城城主を務め、姓に重きをなす重鎮。彼は当初小田原征伐の際には小田原城にこもることに反対して、大規模な野戦により私有を決するという案を主張するも入れられず、手勢を率いて早々に小田原を退去し、居城の土方に戻ってしまっていた。もとより安全な籠城持久戦で、完全なですね、もとより完全に籠城持久戦で意見が一致していたわけでもなく、氏輝のように野戦を主張していた者も点在しており、家中は一つにまとまったとは言えない状態にあった。では我々も城下に出向き、男衆を集めてまいります。なるほど、この戦幸先は見えているかもしれないなということになってますね。結局北条方は小田原城にこもってですね、小田原と忍城以外のすべての市場を落とされてしまったということになるので、この八王子城も、さっきね氏輝が戻っていった八方城も最終的には落ちると、豊臣方に攻め落とされるということになります。ここまでしっかり作り込まれているシナリオをね、本当に見ていて面白いですよね。で、結果籠城を習得ということになっています。で、宇治直、これ今出ているのが現当主になりますけども、で今回プレイするのは御隠居先代当主の宇治政で、宇治直と宇治政の関係っていうのは当然親子の関係なんですけど、隠居したとはいえ実権はですね、まだ宇治政が一部持っていて、実質的には二元政治のような形が取られていたようです。これもね、その豊臣とどう戦うか、あるいは徹底抗戦するのか降参するのかっていうようなところ
意思決定の部分で、現投手と先代投手ご隠居の間で、まあ、そのうまく意思疎通ができなかったりだとか、あるいはその意思疎通をするにあたって、スピード感が得られないっていうのかな、そのどっちに従うのかみたいなところもあったりとか、もしかしたらしたんじゃないかなというふうに、思います。とはいえ今回は、まあ、ご隠居の身ではある以上、この領地内政から始まるという感じですね。まあ、実際にはあの内政がこんなことはもちろんしなかったと思うんですが、ここではあの領地内政をしっかりまずやっておきましょう。地盤固めですね。で、先月の終始です。他の大名が動き出すまでにもう少しあると思うので、現在の情勢ですね。北条征伐の直前、まあ、九州征伐が先にあるのかな、の直前になりますけども、九州は島津ですね。で、毛利がいて、長宗我部が四国で、近畿一円は豊臣になってますね。豊臣の兵力は86,000で、59ヶ月の同盟って言ってますので、5年間ですね、同盟が結ばれているという状態になっているんだと思います。で、こちらが家康です。で、北条は、家康、まあ、徳川と婚姻関係にあって、結城家に関しては従属させてるっていう感じですかね。はい。では、これで早速進めていきましょう。まずはちょっと皆さんにはね、退屈な思いをさせてしまうかなと思うんですが、ひたすらに領地内政の方をしっかりとやっておきましょう。まあ、ちょっとね、話全然変わっちゃいますけど、先週かな、あのちょうどお盆の直前あたりのタイで、まあ、テロみたいなものがありましたよね。ちょうどお盆の時期で日本からもたくさんの旅行者の方がおそらくタイとかにね遊びに行ったんじゃないかなと思うんですけど、皆さん大丈夫だったんでしょうかね。僕はお前お伝えしてる通りその直前にね帰国をしているので、まあ、全く問題がないというか、その特にね害を受けるっていうようなことはなかったんですけど、本当にね最近世界情勢不安定ですからね。あの10月にまた僕もタイの方に遊びに行く予定でいるんですけど、本当に気をつけて遊びに行きたいなと思います。ご命令を。先月の収支です。タタラバを、ごめんなさい、武家町作ったばっかだけど、ここタタラバに変えましょうか。タタラバで鉄を作り、森で、木材を作るというのをやっておかないといけないので、やっておきましょう。ご命令を。先月の収支です。御隠居の身から代官になったりとかってあるのかな、なんかすごく気になりますね、そのあたりも。まあね、またタイに遊びに行ったら馴染みの女の子のところに行っていろいろ楽しいことをしようかなと思うんですけど、結構その女の子によっては、連れ出して遊びに行くのに、まあもちろんタダでついてきてくれる子っていうのは非常に稀なので、相当仲良くなったらねそういったこともあるんですけど、まあ基本的にはね、お礼というかチップですね、いわゆるチップを払って、一緒に遊びに行くんですが、チップもね結構ね値下げ交渉っていうのかな、そういったものが効いたりはしますので、そういったところをね話しながらお互いにフィーリングがあったりすると、結構ねスッと値下げしてくれたりするので、そういったところも、ね、話する上で面白かったりしますね。
さっきまで倍だったじゃんとかっていうケースも結構そういう意味ではあったりするんですけど、まああんまりねそういったところは気にせず、気に入った子がいたらまあバシバシ遊びに行っちゃうようにはしてるんですけど、本当にねタイとかシンガポールとかは、友達同士とかあとは一人でとかよく行くことが多くて、あとはアメリカとかね、香港とかは先月の収支です。これは水源を立てておきましょう。いや待て、そうですね、ここを水源を立てて、ここはタタラバを作っておきましょう。最終的にはそこは状況によっては鉄砲火事に変えようかなと思います。これで次進出、おお、島津家によって有馬家が滅ぼされたということは島津が早くも動き出してますね。ご命令を、先月の収支です。よし、進出ができるようになったはずなので金銭800を用意しろと言われているので、ちょっと一旦送るしかないですね。まだ取引ができる施設を作っていないので、ここはもう本当にスルーするしかない。松浦家は龍蔵寺に置いて滅ぼされる。九州の方がきな臭いですね。ご命令を、先月の収支です。近畿中国から東海地方にかけては確かにもう同盟がガチガチに5年間結ばれているので、そこに対して何かが起きるっていうのは、まあ、ちょっと考えにくいというか実際難しいところにはなってますよね。なのでやっぱりきな臭いのは九州で、九州で島津が大きくなりすぎるときっと毛利とかが食われていくんじゃないかなと思うんですよね。で、豊臣はじゃあ逆にどうなっていくかっていうと、同盟があって領土を拡大できないんで、きっと困るんじゃないかなとは思いますが、統治上をちょっと早めに作っていきましょう。で、あとは奨励で夕食個室を作りたいというかやりたいんですが、足りないですね。ちょっと一旦送りましょう。お金がなくてちょっとあれかな、武家屋敷が城代昇格の任を受けますか。まだ早いな。ご命令を、先月の収支です。もうちょっと内政しっかりやって地盤作ってから城主でなりましょう。もう一旦送らないと優勝後日はできないかな。武家屋敷で武家町をガンガン、ごめんなさい、公家屋敷を作って公家町をガンガン報告いたします。先にそれをやってしまいましょう。これですね。で、金銭不足で何もできないと。で、これで武家屋敷が作れるようになっているはずなので、まだできないかな。うん、まだ奨励が終わってないですね。この最初の何ターンかがねもったいないかなって感じもしますね。なので先にやっといた方が良かったかもしれない。これはチャチャ様かな、信長の妹にしてその美貌を歌われたお市様のでしたね。そのお市と長政、浅井長政の間にはチャチャ初号の3人の娘がいたというふうになっています。
ちゃちゃお前はどうするんだ。これは秀吉ですね。妹たちはもう嫁に行ったぞ。いつまでも独り身でここ、いつまで独り身でここでいるつもりだと。まあ、これはもう皆さん周知の通り、最終的には、この、チャチャ様、チャチャはね、秀吉の側室となって、後の、秀頼を生むわけなんですね。実際この、父、親である浅井長政の居城を落とすのに一番の武功を挙げたのがこの秀吉と言われていて、その後の父親になる柴田勝家ですね、茶々の母親にあたるお市が嫁いでいった柴田勝家、この秀吉に滅ぼされて二度父親、まあ母親までも殺されていった茶々なんですけど、最終的にこの茶々が秀吉の側室になるっていうのはね、どんな思いだったんでしょうね。まあ当時戦国時代ってね、まあもちろん我々が表情を始めます、先月の思い以上にいろいろ報告いたします、思いを馳せることすら多分できないね環境だったんだろうとは思うんですが、まあそんなこともねちょっと考えちゃいますね。さあ武家屋敷を建てて、ごめんなさい、公家屋敷です。で、公家町をガーンとこの周り一帯に敷いていきましょう。これで兵力と石高を一気に上げていきます。で、この宇治政、北条宇治政、ご隠居宇治政なんですけど、最初に見てもらった通り能力がすごく強いというところではなく、まあ統率も79、武勇に関しては60代だったかなっていうところにはなってますんで、戦をする時にはある程度兵力を蓄えて、かつ優秀な戦法を持った副将を入れておきたいと思います。そのためには城主になっておく必要があるんですけど、ちょっとさすがにこの状態で城主になるっていうのは危険といえば危険なので、まずは内政をしっかりやっておきましょう。ご命令を、先月の収支です。で、商人町がちょっとこの辺りにはないので、商人町を作っておきましょう。で、兵力が増えていってないので、連兵場とかを作って、その周りに表情を始めます。先月の収支です。武器屋敷をガシガシ作っておきましょうか。今もう表情を始めます。先月の収支です。で、ここは早々に。おきましょう。ここは馬があるんだな。ってことはここに作っておきましょう。で、朝礼で馬術はまだ無理か。ちょっとお金が足りないですね。ご命令を、先月の収支です。そしたら今作った連兵場の周りに武家町をババーンと作っていきましょう。ご
命令を。なんか攻められてるってことはないんだよね。ちょっと全国マップたまには確認しておきましょう。ないよね。大丈夫ですね。真田も沼田城を領有してますね。正幸が入ってます。で、まあちょっとね、また皆さん退屈されてしまうと思うんで、じゃあ連れ出した女の子とどこに遊びに行くのっていうのはあるんですけど、まあ一つがですね、まあ食事に行くですね。報告いたします。まあご飯を食べに行くっていうのがあります。で、まあご飯を食べに行くって言っても、実はあんまり大きい声じゃちょっと言いにくいんですけど、あんまりその東南アジアの料理って僕は得意じゃないというか、すごく美味しいなっていう風に感じることがあまりなくてですね、まあもちろん食事にも行くんですけど、まあどっちかっていうと、あの日本食とか洋食のお店に連れて行ってもらうようにしてます。お、ちょっとここでイベントが始まりますね。見ていきましょう。ここは今は北条が里見を攻めているような感じになってますかね。この戦勝つには五詰めがいるということですね。ではお爪を出していきたいんですが、ご隠居自ら兵を率いて出陣しますか。そしたら1500を率いて出陣していきましょう。こちらの兵力が4500、北条氏政ですね。総大将はもちろん私です。で、敵が3000という形になってますね。ちょっとじゃあここは普通に戦っていきましょう。で、まあ、食事に行くっていうのは、あとはまあホテルでね、話したり、まったりしたり、それこそ買っておいた、ビールとかね、お酒類を、っていう遊び方ももちろんあります。で、そういう遊び方をすることも多いので、あの僕が結構ホテルはですね、大きめのホテル、抑えるようにしてますね。なので本当にホテルでまったりしたりって感じですね。ベッドルームが一つ、リビングが一つみたいな、そういう部屋を押さえています。で、最近よく使ってるホテルがですね、結構大きいホテルで、30階建て、31階2階建てとかのホテルになっていて、上の方の部屋を押さえたりしてるので、ホテルライフも満喫できますね。でもちろんプールとかジムとかもついてるようなところ。でもね、タイとかあのシンガポールとかあっちの方で、まあ、それなりのホテルっていうのかな、あのもう本当に素泊まりするようなホテルでなければ、大概そういう施設はあのついていることが多いと思います。なんで、まあ、そういったところでまったり、まあ、余暇を楽しむっていうかね、そういう過ごし方も結構していたりはしますね。なので、まあ女の子とご飯に行ったり、ホテルでのんびりしたりっていう遊び方と、あともう一つが、この前もお話したと思うんですけど、日本でいうクラブ、ディスコですね、に遊びに行くっていう感じです。で、まあ、2人で遊びに行っても、まあ、もちろん楽しいんですけど、やっぱりディスコとかクラブとかに関しては、もうちょっと人数が多いのが楽しいかなとは、ね、2人で行くよりかは、それこそ、4人6人とかね。で、自分男1人だった場合には女の子の方が多分退屈とかしちゃうんで、結構ね、女の子の方から友達呼んでいいみたいな感じで友達がね召喚されてくるケースも結構あります。なので、まあ別に1人でタイに遊びに行ったりしても全く問題がなくというか、そのディスコとかにね行きたいって言って連れて行ってもらっても十分に女の子の方が友達とかを呼んでくれたりするので十分楽しめるかなとは思いますね。で、タイのディスコの場合だと入場料っていうのはほとんど取られたことは今までなかったかなと思います。ただお酒をね1杯じゃなくて2杯とかだったかな、入れるか、もしくは人数が多い場合にはボトルを入れちゃう感じになります。でもボトルはもちろんキープとかができますんで、まあ、その日にね
人数が少なくて飲みきれなかったりした場合は、ボトルをキープしておけば次の日とか、まあ、次の滞在期間とか、期間とかはねちょっと聞いてないんですけど、まあその無限に、キープしておいてもらえるわけではもちろんないと思いますんで、期限がある程度決められてるとは思うんですけど、そのあたりもねもし気になるようであれば、女の子に聞いてもらえれば教えてくれるんじゃないかなと思います。で、大概女の子はそのディスコのボーイさんとかと仲が良かったりするので、事前にその入れるかどうか確認しておいてもらって、予約しておくとかね。特に金曜日土曜日とか現地のタイの、若者たちも相当数繰り出してきますからね、ディスコに。そう考えるとある程度その、まあ、余裕を持ってっていうとちょっとね語弊あるかもしれないんですけど、入れる入れないっていうのは事前に確認しておいてもらえると、いざ行ってみたけど全然人が入れるスペースがないよとか、そもそもテーブルが用意してもらえなかったよとか、そういったことはねないんじゃないかなとは思います。さあ、そういう話をしているとだいぶ領地内政の方もまとまってきましたね。城代になる価値はないので、できれば城主にいきなりなりたいですね。表彰を始めます。先月の収支です。で、里見家を併合したはずなので、城は少し増えているはずですね。で、ここには名所砂鉄温泉があるという状況ですね。そしたら奨励で、馬術はやった。砲術は費用と鉄が足りてないな。であれば、ここが温泉なので、ここにもう一つ温泉町を建てちゃいましょう。で、あと牧場ですね、取っておいたので、ここに牧場も建てていっちゃいましょうね。さあ、もう一ターンぐらい進めちゃいましょうか。ターンをまたぐと、日をまたぐと、表情を始めます。先月の牧場を建てるのを忘れてしまいそうなので、牧場まで建てていきましょう。そしたらね、もう時間がだいぶいい時間になってきますので、牧場が建てられない。なぜか木材不足ね。では、ここは奨励をしたいけど、砲術が鉄320が集まってないな。よし、じゃあここは庭園でも建てときますか。ここは名所があるよね。大庭園が建設できるとなってるけど、お金がないんですね。鉄もない。ちょっと一旦送っていきましょう。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。建てられるんじゃないかな。まず牧場を忘れないうちに建てちゃいましょう。で、うん、全然足りないね。何が足りないかというと、費用は足りてるけど木材が足りないですね。であれば次の寝室を、寝室もできない。で、製材所は建てられないよね。OK。じゃあ、ここで、一旦終わりにしてですね、次回この領地内戦の続きをやりつつ、城主になれるタイミングがあれば城主になって、現当主、宇治南を支えていくというところをやっていきたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。ちょっと今回ね、退屈なプレイ内容になってしまったかと思いますので、海外旅行の話とかを中心に、ちょっとね、プレイの内容と関係ないような話が大変だったかなと思うんですが、まあ、次回以降もう少しねプレイに即した実況ができるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。
この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。